手使う。はい、おはよう。はい、はい、ってらっしゃい。こっち、はい、どうぞ。後ろ。最近食べるのがとても辛くて、1日4000キロカロリー、約4000キロカロリー食べてて、でもウェスリーが幼稚園に通い始めたおかげで、なんか朝から早く起きてて、食事のリズムは結構いいです。まさに今から2食目を作るところなんですけど、まだ11時にもなってない。2食目、麻婆豆腐。インスタではもう話したんですけど、10日ほど前ハムストリングを怪我してしまって、最初の2日間はめちゃくちゃ痛くて、もう全然寝れなくて、で、まあ、こういうのを使って、今はもう、あんまり膝を曲げなければ、まあ普通に、まあまあ普通に歩けるようになって、ただ足トレーニングができるのが、まあ、まだ先なんですよね。まあ、結局この怪我があって、ちょっといろいろ考えないといけなくなって、まあ、この動画の最後の方でもう少し、深く話します。とりあえず今はちょっと急いでジムに行きます。トレーニングしに行きます。今日月曜日でジムが休館日、週明けにレッグデーでスタートするのが気分的にすごくいいんですけど、これちょっと見てください。野菜覚えてますか？裏庭の野菜、じゃがいもがこんな大きくなってて、人参も元気そうで、でブロッコリーがすごいんですよ。ブロッコリーがもうこんな感じで、この動画の最初の方で少し触れましたし、まあ、正式に、まあ、インスタグラムの方でも、発表したんですけど、まあ、自分が怪我したこと、ちょっとまあ恥ずかしいんですけどね、まあ自分の準備不足というか、まあ、100メートルのスプリントをやって、まあ、ハムストリングを、まあ、両方ともちょっと怪我をしちゃった。右の方がもっと重い感じなんですけど、まあ、結局はまあ何なんだろうね、まあ、ストレッチとかもしっかりといっても、まあ5分ぐらいやって、まあ、本来もっともっとストレッチをね長くやるべきなんだろうし、まあちょっと撮影の後だったんで、ちょっと喉乾いてて、多分水分不足っていうのも、まあいろんな理由はあります。結局はまあ自分の責任だし、まあ、この今回のミスで、まあアクションには必ずリアクションがあって、まあ、今回の自分のアクションによって、まあ、ちょっと、大会出場が、まあ、難しくなっちゃう、まあ、ちょっと激しく題名で持っちゃったんですけど、まあ、今年大会出ないとかじゃなくて、今年の第1戦目、シカゴプロですね、7月21日のシカゴプロに、出ないことにしました。最初は少し落ち込んだんですけど、まあ、今はもう全部プラスに受け止めて、このなんだろう、結局、まあ
長く説明すると、去年シカゴプロ出て、そこでトップ6に入って、まあ、すごい大会自体いい経験でした。楽しかったし、まあ、親戚もシカゴに住んでて、まあ、みんな見に来てくれてとか、まあ、そういう場所なんですよ。今年は、まあ、絶対そこに戻って、それリベンジしたいっていう気持ちがあって、ただオリンピア終わってコーチと、まあ、来年の、まあ、今年のこと相談したところ、僕自身はシカゴプロ第一戦目にしたかったけど、まあ、コーチは、まあ、少しタイミングが早いんじゃないかという、ことでした。でもまあ僕がどうしても出たいということで、まあ、そこ第一戦目に。だからオリンピアを終えてからの増量期は今までの増量で一番短かったんですよ。8週間ぐらい。でも今回の怪我のせいでっていうか、今は怪我のおかげでちょっと僕はそのいろいろと見直すことができて、増量を少し長引かせてます。で今すごく調子良くて、まあ、レグデーができないし、あんまり他の体の部位は重い重量は、ガンガン扱うとちょっと足に響いてちょっと痛かったりするので、ボリュームを上げる方向性でいって結構、まあ、ハイボリュームなトレーニングを最近やってます。でもそれもちょっと体に今までのトレーニングとちょっと変化があって、すごく体がいい反応していて、結局多分この怪我をしたおかげで、最終的な目標ってオリンピアで、まあ、トップ10ファーストコールに入ることなので、その長期的に考えると、まあ、今回の怪我のおかげでオリンピアでは、本来出せなかったフィジーク、本来出そうと思ってたフィジークよりいいフィジークが、見せられるかと思います。もうこう考えるしかないです。はい。なのでシカゴプロは出ないんですが、その翌々週のまあ、アリゾナ州のフィニックスプロ、そこはまだ出ますし、その次のサンディエゴも、まだ出る予定です。まあ、そこは本来タイミング的には一番いい大会なんですよ。まあ、人生って面白いですよね。もうそのちょっとマイナスだと思ったことが後で実はプラスだったとかいろいろあるので、まあ、ここはもう前向きにね、どんどん考えて、コメント欄に少しあったんですけど、まあ、こんな、ね、トップ選手がなんで普段慣れないこういうダッシュを急にやるんだとかっては、まあ、分かるんですけどね、それもしょうがないです。ちょっとクレイジーな面もあるし、もともと自分足速いんですよ。自分で言うのもあれなんですけど、もう学生時代からもう本当いつも1位争いとかで、もうほぼほぼ負けてないんですよ、その100メートル走ぐらいの距離だと。だからまあ、あのスペースで、あの立派な競技場で、撮影だったらもう走りたくなるんですよ。走りたくなるんですよ。まあ結局、応援してくださってる方とかにちょっとご心配をかけしちゃって、すいません。金金は全然元気です。去年オリンピア出て、もうそこで実際世界のトップと並んで、何なんだろう。そこからの増量のモチベーションがものすごく高くて、早くこの進化した、まあ、成長した体をみんなに見せたい。去年がやばいと思ったら今年はもうもっとやばいんで、まあ、こうやって言葉で言うよりは、まあ、見せた方がいいので、ちょっとまあ今後自分も怪我がちょっとないように、まあ、慎重にでもハードに、トレーニングし続けたいと思ってます。出てウェスリーが勝手にちょっと開けちゃってるんですけど。I'll help. You help? リフトから新商品が届きました。おー、これリフトとニューエラーのコラボで、今もすでに被ってるんですけど、めちゃくちゃいいですね。アジャスタブルで後ろにこういう、まあ自分の頭に合わせて、最近すごく気に入ってるんで、ちょっと違う色も頼みました。で、こっちのシリーズはいつにもリフト人ほど派手ではないんですけど、僕自身はこっちの方が好みかもしれない。このなんかパフォーマンス系の、これいいですよね。この色とか、これも撮影の時に行ってすごい好きだったんで、色違い、Thank you、黒と、これがもう少し派手なやつですね。あとはこのズボン、これめっちゃ良くて。ちょっとカーゴパンツとジョガーパンツが合体したようなスタイル、すごく良くて、めっちゃストレッチ抜群に効くんで、まあ、朝のウォーキング、ランニング、まあ、トレーニングにももちろん使える。これもすごい好きだったんで、このちょっとカーキなグレーなのかな、このダークグレーを2つ使うん でこのさっきのタンクトップと組み合わせて、これも結構ファンクショナル系な半ズボン、
ライドとトラック。で、皆さんこのリフトの商品とかに興味あるなら、毎回動画のリンクに貼ってるんで、ぜひぜひ。Like that. Alright. Like that. Matching. Camping shoes. Okay. 次のキャンプに娘も連れて行きたいんで、ちょっとテントを買って、でなんか組み立てたかったんで、庭に一回組み立てたらなんか遊び場になっちゃってる庭木。 OK Let's go。 これはコストコのテント、めちゃくちゃ広くて天井にランプがついてる。このちょっとベッドとスリープングバッグもあるんで、多分ウェスリーとマイちゃんと僕は車の中に寝て、ここは娘が、これ6人入るテントなんですよね。ちょっとでかいんですけど、まあ、最悪の場合、まあ、家族全員でここで寝れるという。僕は全然車派なんですけど、camping in Japanese. It looks like cat poop. Cat poop? It looks like cat poop! こんな感じで、ちょっと皆さん、それではおやすみなさい。